パウロ・セルジオ・シューベストレド・ナシメントは、ブラジル・サンパウロ出身の元同国代表サッカー、選手。名門 SC、コリン・チャンス・パウリスタでデビュー。1990年に頭角を表し、翌年には代表でプレー代表では1994年のワールドカップアメリカ大会では、グループリーグの2試合に終わるが、優勝を果たした。1993年に、 バイエル・レバー・クーゼンへ移籍。セカンドトップとしてプレーし、移籍初年度から17ゴールを挙げ活躍した。1994から95シーズンからは、メーシュル・ディ・フェラーが加入してきたことで、出場機会が減ったが、フェラーが引退すると、再びレギュラーに戻り17ゴールを挙げた。1997年に、ズデネク・ゼーマンの予防で、A.S. ローマ移籍。フランチェスコ・トッティ。 マルコデルベッキオと共に攻撃陣を形成。主に右 WG でプレーし、2シーズンの間に57試合で22ゴールを挙げた。1999年、ローマが降格した UC サンプドリアからヴィンチェンツオ・モンテッラを獲得したこともあり対談。ブンデスリーガの名門バイエルン・ミュンヘンへ移籍。在籍した3シーズンでリーグ優勝2連覇、UEFA チャンピオンズリーグ優勝等。 数々の優勝を経験、通算125試合に、出場34ゴールを挙げた。2002年に対談後は UAE で1年プレーし、ブラジルへ戻り引退した。ありがとうございます。